はい、今緊急で動画回してるんですけれど、昨日のね、パリオリンピックの柔道、まず男子66キロ級の阿部一二三選手と、あとは、女子の52キロ級ですね、阿部詩選手、これ兄弟でね、東京オリンピックね、ダブルでね、金メダル取ったんですよ。なので今回のパリオリンピックでも、兄弟でもうダブルでね、金メダル取るっていうふうに期待されていたんだけれど、まあ、皆さんご存知の通り、残念ながら阿部詩選手は、メダルを取ることがね、できなかったっていうことなんですよね。でこのことに関してね、今日本中がねすごい湧き上がってるんだけれど、まあ、この柔道のね、あの阿部兄弟の試合についてミキヤ先生、あの解説してください、柔道解説してくださいっていうリクエストがですね今殺到しておりますので、今緊急で動画撮っております。なので今日は、阿部詩選手と阿部一二三選手のですね、今回の試合について、まあ、解説っていうほどのことはできません。あの私あの柔道、まあ、せいぜいあの愛知県でね体重別で個人で 3位ぐらいまで行ったぐらいの選手なんでね、あのオリンピックの選手とかね日本代表の選手をね偉そうに解説する立場ではないんですけど、私の感想っていう感じでねお話聞いていただければいいと思います。じゃあまずね阿部詩選手なんですけど、1回戦はカナダの選手にね、57秒大外刈りで、まあもう秒殺って言ってもいいんじゃないですかね。これ見事に圧倒的に実力差があると思いますね。で2回戦で負けてしまったんですけど、相手がですね世界ランキング1位なんですよね、ウズベキスタンのケルディ・ヨロワ選手。の2回戦でいきなりですね、3年前の東京五輪の金メダリストの詩選手と、世界ランキング1位の選手がねいきなり当たっちゃうってね、これがまたねちょっと厳しいなって僕は思ったんですけれど、本当はこの2人はですねもう決勝で当たるぐらいの選手なんですよ。本当は金メダルと銀メダルの選手なんですよね。なのでケルディ・ヨロワ選手はこのまま勝ち上がってね金メダルを取ったわけなんですけど、詩選手はその敗者復活の方に回ることができなかったっていうね悲しいですね。本当は詩選手はね、僕が言うのもちょっと申し訳ないかもわかんないけど、本当は銀メダルか銅メダルを取る選手だったと思うんですけどね、本当は金メダル取ってほしかった。本当はね僕金だと思うんですよね。でケルディ・ヨロワ選手、最初ね詩選手優勢だったんですよ。もうガンガン攻めてて圧倒的にね、僕は詩選手の方が本当は強いと思うんですよね。この強い弱いっていうのも難しい表現であって、多分練習でランドリーやってたら詩選手の方が全然圧倒的に強いと僕は思うんですよね。ちょっと僕ごときの人間なんで、ね、分かんないんですけど、柔道ってね練習で強いのと試合で勝つ負けるってまた別なんですよ。僕はねどっちかっていうと練習ではそんなにめちゃくちゃ強くなかったんだけど、いざ試合になると自分よりね練習で圧倒的強い選手と引き分けたりとか、あるいは有効を取ってね勝ったりとかね、そういうのがあったんですよ。だから僕はどっちかっていうとバリバリのポイントゲッターっていうほどではなくて、相手が弱ければ全然勝ちますけれど、めちゃくちゃ強い格上の選手と引き分けたりとか、あるいはちょろっとね背負いで転がしてね有効を取ってそのまま、勝ち逃げしたりとかですね、そういうことができるわけであって、だからね練習で強いと試合で勝つ負けるってまた別の次元なんですよ。多分僕が見た限りではね、今回の試合見た限りでは詩選手の方が本当は強いんですよ。だけど試合で勝つ負けるはまた別で、実際詩選手ねこのケルディ・ヨロワ選手に対してまず最初に内股で技あり取ってるんですよね。でその後残り時間1分で谷落としで一本負けなんですよ。最初内股で勝って、で谷落としっていう技なんだけれど、これね本当に微妙なね捨て身技系の技なんだけれど、谷落としっていうのはどっちかって相手にもうがっつり組みついて自分の体重ごとかけてこうやって倒すっていう技なんですよね。だからこれ僕もね最後の逆転で時々使ってた技なんだけれど、
例えば自分が技あり取られてたりとか有効取られてて劣勢じゃないですか。で残り時間1分になるとこのままだと負けるってなるでしょ。だったらもうダメ元で捨て身で技かけて倒したろうっていうのがあるんですよ。だからこうもうダメ元で相手に抱きついてこのまま自分ごと倒すで、うまくいくと1本取れるんですよ。だけど相手の方が圧倒的格上で強くパワーもあって反射神経も優れてると自分はこう抱きついてもそのままバーンってね大内狩りとかねで倒されちゃうっていう、まあその時は自分が一本負けするんですけれど、まあ自分が一本負けするか、自分が一本勝ちするか、あるいは技ありぐらい取れるかっていうですね技で、これねウズベキスタンとかね、なんですかあれですね、旧ソ連系ですよね、とか東ヨーロッパ系とかなんか レスリングとかサンボとかね、あるいはもう何ですか地元の組み技系の格闘技とかいろいろあってね、これがっつり組んで投げるのがね結構得意な人が多いんですよね。で結構僕ね学生時代特に中学校高校の時とか練習で谷落としとかね使うとねなんか怒られたりとかしちゃうんですよね。なんだその技はって感じでね、やっぱり日本人の柔道たるものね綺麗に投げるっていうのが基本になってて、なんか練習で谷落としするとそんなのやるなみたいな感じの空気、これはね分かんない、昔一時期そう言われてただけであって、まあそう怒る先生と怒らない先生いるかも分かんないんですけど、なんとなく日本ではねそういう柔道っぽくないっていうか、まあ柔道の技なんですけどね、うん、だけど最後の最後に試合でねもうダメ元でかけるとかね僕はやってましたね。まあ、今回のあれですねケルディオロワ選手もね最後もう一矢報いるつもりでねダメ元でかけてそれが決まったのかもわかんない。だからねここがねまたね魔物が潜んでるというか、まあ、やっぱりそれもちゃんと防がないといけないんで、まあしょうがないです。今回ウタ選手が負けちゃったのはしょうがないんだけど、まあ惜しかったねって感じね。本当はウタ選手の方が強いっていうか練習だと絶対強いんだけど試合で負けてしまったっていうパターンだと思うんですよね。まあウタ選手号泣しててね、まあ僕もね悲しくなりましたよね。うん、で会場でウタコールっていうのが出てね、これもびっくりしましたね。やっぱりフランス人なのか、あるいは他の国の人たちも一緒なのか、やっぱり阿部ウタ選手ってさ前回の東京五輪のチャンピオンでね、まあなんですかもう女王っていう感じだから超有名選手で、でねまあその可愛いんですよ、ぶっちゃけ可愛いっす。だからやっぱ可愛くて強い人はめちゃくちゃ人気出ます。世界でももうそういうもんです。もうフィギュアスケートとかでも他の競技でもね陸上とかでもそうなんだけど、まあ一二三選手もイケメンでねめちゃくちゃ人気があるわけなんですけど、で一二三選手、まあ、素晴らしかったですね。もう最後のねインタビューでも言ってたけどね、もう妹が負けちゃって妹の分までみたいな感じでね、はい、で妹が一番のライバルだって言ってましたからね、なんか強いお兄ちゃんじゃないといけないって、まあそこあの二人ね本当仲いいんですよね。お互いに尊重し合っててね本当憧れますよああいう兄弟、はい、羨ましいですよ僕も本当にっていう感じで、一二三選手は男子66キロ級2回戦が背負い投げで技あり取って、その後袖釣りで、技ありなんだよね。で背負いと袖釣り多かったんですけれど、準々決勝も袖釣り技ありで、その後大内狩りで技あり合わせて1本で、準決勝は延長戦まで行って延長戦で大外狩りだと思うんですけどね、なんかテレビだと払い腰って出てたんだけど、まあ僕は大外狩りだと思うんですけど、でポイント取って技ありだったかな、で勝ち上がったと。で決勝はブラジルのリマ選手、最初にね内股すかしだと思うんですけれど、内股すかしなのか空気投げなのか分かんないんだけれど、スポーンとね相手吹っ飛ばしちゃうんですよ。相手が内股っぽいのかけてそのままスポーンとねかけたんだけど、そのまま投げてひっくり返して勝って立ち上がったんだよね一二三選手。でもそれ技ありだったんですよね。だから阿部
ひふみ選手は自分が投げて相手ぶん投げてこれ1本だなって思ってで試合終わったと思って立ち上がったんですよね。そのまま 寝技いかなかったんですよ。だけど審判は技あり、主審技ありなんですよね。だからなんかその後ね、ひふみ選手ね、なんか一本アピールしてたんですよ、こういう感じで。だからこれ一本だろって、技ありなわけねえだろっていうふうに僕は見えましたね。これテレビでとかでインタビューとかで言ってないんだけれど、だからやっぱりあのね審判ね、レベルが低いね、もう厳しいって。マジでオリンピックの審判は危機感持った方がいいと思う。うん。で阿部一二三選手も本当は僕ごときの人間が言うのはダメなんだけれど、投げた後確実にこれ一本だなって思ってもやっぱり寝技行って抑え込まないといけないと僕は思いましたね。うん。だってその後一二三選手はあれですよ、袖釣りで技あり取って、技ありだったかな、で結局一本勝ちで終わって、でニコニコしてたんだけれど、勝てたからいいんだけど、やっぱり圧倒的に強かったですね。うん。まあ世界で圧倒的に頭一つ抜けて強いから全然勝てて余裕だったんだけど、あ、勝てたからいいんだけど、もしあのあとねなんか捨て身技で逆転されてたら厳しいなって思ったんですけど、はい、っていう感じでやっぱり今回ねレベルが低いなって思いました。で阿部選手って右組みですよね、僕が見る限りは。右組みで、まあ、普通に背負いとかね、背負いで投げるとかするんだけど、組み手の時にさ、なんか、まあ、組み手って本当はね、右組みだったら右手で襟取って左手で袖持つのがいいんだけど、まあなかなかねこう綺麗にね取らせてくれないんですよ、組み手で。だから両袖でまず取るってことなんですよね、両袖。うん。まあ襟取れないから。で、この両袖の状態で右を上げて袖釣りやるんだよね。あれすごいなと思ったね。この体勢でこうですよ。袖釣りできる。袖釣りできる。これはね、凄まじいなと思いましたね、身体能力。これで。袖釣りができるんで、でしかもこれ襟取れた時はこれで背負いやるし、あのねなんていうか順応できる力っていうのはすごいなって思いましたね。はい、という感じで、まあやっぱね兄弟で金メダル取れなかったのはね悲しいけど、やっぱりねあの2人はね花があるしね、かっこいいよね、仲いいし。やっぱりマスコミもさ、二人ペアでさ、セットで、特集してさ、ちょうど同じ日だもんね、階級がね。だから、両方金メダル取って当たり前みたいな空気だからね。やっぱり二人ともね、プレッシャーすごいと思いますよ。もう、二人ともめちゃくちゃ練習しててね、めちゃくちゃ強いけどね。まあ、ひふみ選手よく頑張ってくれたと思うし、詩選手もね、まあ残念だったけど、今、詩選手は24歳ですよね。なのでね、次のオリンピックもね、まあ兄弟でね、もし出てくれたらね、僕は嬉しいなって思うし、だけどまあ、下の方のね、若い選手もね、育ってほしいと思うしね。はい、っていうのが今回の私の感想でした。ご視聴ありがとうございました。